マンチェスターユナイテッド3、1入荷するプレミアリーグ第25節、プレミアリーグ第25のマンチェスターユナイテッド対ニュー、するが、現地時間21日に行われた。試合は3、1で、無のユナイテッドが勝利した。今シーズン、ユナイテッドの試合はダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、リーグ戦。直近後、合わせでわずか1勝と苦しんでいるユナイテッド、ミッドウィークにヨーロッパリーグを戦っばかりで、コンディション的にも厳しい状況、レでも30分、個人技で打開する。左サイドのタ、ライン際でパスを受けたラッシュフォード、飛び込んできたクラフトの股を抜いて、ドリルで、ペナルティエリアに侵入。追いついてき、クラフトを再びかわし、右足でニアを射抜い、先制に成功した。その後、セットプレーで追いかれて1-1で折り返すが、57分には、ジェームズのルで勝ち越すと、75分には、ラッシュフォード倒されて得た PK を、ブルーノ・フェルナンデス決めて3-1とした。このリードを最後まで維持、対ユナイテッドは、3-1で勝利。同日の試合で勝ち、した、首位マンチェスターシティとの勝ち、10差を維持している。得点者。30分1-0ラッシュフォード、マンチェスターユナイテッド36分1-13マクシマン、ニューカスル57分2-1ジェームズ、マンチェスターユナイテッド75分3-1ブルーノ・フェルナンデス、マンチェスターユナイテッド、両。